日本東北地方秋田県秋田市中通り中通りは秋田市中心部の地区中通り1丁目から中通り7丁目までの町が設置されている郵便番号は010-0001住居表示実施済地区秋田市の中央部に位置する東を JRO 本線、上津本線南を南大通り西尾旭川 北を広小寺に囲まれた範囲だが、秋田駅付近は、駅、線路用地を広く中通り7丁目に含むため、むね長方形の長域のうち北東部が北へ、突き出した形になっている。町内の区画は、戦後の区画整理で作られた、新しい道を除き半世紀からの古い町形がほぼ、そのまま残っており、藍炉や屈曲が多い。特に南端付近は堀を埋め立てた跡地を、 またいでいるため、複雑な道路線形になっている。北東は手形、東は東通り中町、南は南通西は大町、北は千秋に隣接する。秋田駅の西口に面し、かつては、老舗から大型ショッピングセンターまで多くの店舗が、立ち並ぶ秋田市最大の商業地であったが、郊外型の大規模商業施設が増加するにつれ、衰退が著しい。 2012年に中通り一丁目地区再開発事業が完成した。久保田藩主佐竹氏の居城であった久保田城の南側正面に位置し、藩主一門や高六の家臣がいました、侍町に相当する。正式な町名としての中通りは1966年の住居表示実施に伴って作られた新しい地名だが、江戸時代の当地にあった車が、 中通りぐるわと呼ばれていた。絵図に、中通りと書かれた記録はないものの、八丁屋は1809年12月21日の、上に、手形、奈良山の町町岡本元町に属し、亀の邸中通り、ほどの、中島は、引田貞綱に属す、秋田町市小区別に、魚類触れ売りさんの丸山の手、中通り派の金須とあるなど、中通りと呼ばれたことは確かとされている。 車に含まれた町は、旧町名でいう長野町、土手八町、中八町、東根子谷町、西根子谷町、長町、土手長町、古川堀りり町である。現在の中通りと照らし合わせると、北側は、市役名特徴の西部を含み、東側は2町目、4町目、6町目の各一部と7町目の全域を除き、南は5町目、6町目の各一部を除き、 西は変わらない。幕末にはこの範囲に加えて、高城町、台所町、北の丸新町のおろくの侍町も車に含めていたと考えられている。なお、中通りの町名成立より1年早く4月1日、廃止された北市の旧町名に中通り町があるが、これは現在の大町一町目及びほどの通り町にあたる外町の一角であり、 内町の中通りとは無関係である。以下はすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。広小路と中央通りは秋田駅西口を発着する多数のバス路線の共通経路となっているが、いずれも一方通行であるためこれらを通る便は上り下りで異なる経路を通る。なお、 おおむね、中通り地区の外苑を半時計回りに走行する形で、中心市街地循環バス、ぐるるが運行している。ありがとうございます。